どうも、伊藤海人です。さて、今回は僕が普段どのようなアプリを使って、動画を編集しているのかっていうのを、皆さんに分かりやすく紹介したいと思います。まあ、僕がね、使っているアプリは、主に3つありまして、まあ、編集アプリが2つですね。で、1つが、効果音アプリなんですよね。まあ、それらの3つを使って、今も編集してるんですけれども、実は僕ね、だいぶ前にパソコンを買いまして、本当だったらそっちで編集すればいいじゃないですか。まあなんですけれども、ちょっとね、まだソフトが変えてない状況で、しかもね、そのインストロールするための、まあ、お金がめちゃめちゃ高いんですよね。まあなので、もうちょっとしたらね、パソコンで編集しようかなと思っています。まあなので、それまでね、スマホで編集しようかなと思っています。まあなので今回は、僕が特にね、おすすめするスマホのアプリをね、3つ、紹介したいと思います。これは、初心者の人も必見です。まあ、なので、これから動画投稿してみようかなって思っている人は、ぜひね、この今から僕が紹介するアプリをね、ぜひチェックしてみてください。で、まずはじめに紹介するのが、これ一番皆さんがよく使っているであろう王道のアプリ、iMovie というアプリです。アイコンはこちら。まあ、ほとんどの方がね、見慣れてると思いますが、すごく、使いやすくていいですよね。で、この、アプリ、すごくね、いいところがあって、例えばね、初心者の方でも簡単に動画が作れちゃっていう点ですね。まあ、当たり前なんですけれども、ちょっとね、こちらご覧ください。これだいぶ前にね、アップした竜兵さんの、コンタクトジャグリングの、まあ、動画をもとにね、いろいろと見ていこうかなと思います。で、まず、こちら、動画の素材ですね。で、この iMovie でできることは、例えば、これね、動画をタップすると、まあ、いろいろあるんですが、ハサミのマークがあったり、こうなんていうのかな、時計かな?メーターのマークがあったり、あとこのスピーカーのね、アイコンがあったり、あとテキストのあれがあったりとか、いろんなものがあるんですけれども、例えばね、このハサミのマーク。これを見てみると、例えば分割とか、切り離すとか、複製、削除とかっていうのができるんですが、この動画ね、好きなところで、こう止めて、で、この分割っていうのを押してあげると、こんな感じで動画がね、分割されます。まあ好きなところで、カットができるよっていう感じですね。これが、まあ iMovie の中で一番できることなんですよね。で、真ん中の線ありますよね。で、この設定もできるんですけど、例えばね、タップすると、まあいろいろあるんですが、例えばテーマとか、あと、リゾルブとか、スライド、ワイプとか、フェードとか、結構いろんなのがあります。で、これもね、動画によって使い分けができるんですよね。この辺もすごくいいですよね。で、あと、できることなんですけれども、例えばね、これ、見えますか?プロジェクトの設定として、まあ、テーマ、音楽ですね。音楽が、付けられます。これがもともと入っていたやつですね。これをね、動画に付け加えることができます。ただ、他の編集アプリとは違って、好きなところにね、入れることができないんですよね。だから、最初から、このね、音楽が流れるよっていう感じですね。で、あとその下。まあ、これ、テーマのサウンドトラックのオンオフ、切り替えができます。で、黒からフェードイン、フェードアウトですね。暗くなったり、明るくなったりっていう感じ。で、あと上のプロジェクトフィルターなんですけれども、これを設定することでね、要は画面のね、こう、なんていうのかな。例えば迷彩とか、モノクロとか、そういった感じの設定もできます。まあそういった感じの、編集ができます。この辺に関してはすごくいいと思いますね。で、あとですね、まあ、音楽に関してなんですが、まあ、当然ですが、人の曲入れてしまうとダメなので、このプラスマークありますよね。このプラスマークを押すと、まあ、いろんなのがあります。で、その中のオーディオっていうものを押すと、こんな感じで3つ入ってます。で、その中の、サウンドトラックかなを見てみると、たくさんのね、音楽が入っています。で、この中から、まあ、好きな音楽を入れることもできます。で、これ僕ね、最初気づかなくて入ってること、今までずっとね、テーマ曲のものしか使ってこなかったので、これ初めて知った時ね、すごいたくさんあるなと思って、一時期使ってました。まあ、今はね、別の曲を使ってますけれども。
あの、ちゃんと下にもね、テーマ曲が入っています。まあ、iMovie でできることは基本的なことしか、できないですね。より高度な編集がしたいわって方は、まあ、有料版のね、あの、編集アプリを使うといいかもしれませんね。で、続いて紹介するのが、ブローというアプリです。アイコンはこちら。で、このブローなんですが、この iMovie と一緒で、まあ、例えばね、あの、テキストの入力だったりとか、あとは、あの、動画の分割だったりとかもできたりするんですが、それ以外にもね、例えば、あの、テキストのサイズ変更、大きさですね、が変えることができたりとか、あとは、色の変更ですね。文字の色を変えることができたりとか、あと文字のね、枠線の色の変更もできたりなんかもします。この辺すごくありがたいよね。で、ちょっとね、また、あの、素材があるので、そちらをご覧ください。どうぞ。こちら、竜兵さんのね、コンタクトジャグリングの、動画ですね。これをブローに、入れました。で、できることなんですが、さっき話したように、分割だとか、こんな感じでね、いろんなのが入ってます。で、このアニメーションっていうのは、例えば、動画の、こう、始まるときですね。始まるときの演出をどうするかっていうやつですかね。なんか僕初めて見たんですけど、例えば、このフェードってやつ。こんな感じとか。あとは、この、上下に開くとか。っていう感じで、あの、設定ができたりするんですよね。あとは回転、時計回り。そう、これらをね、設定することができます。で、あとは、例えばテキストの入力とかね。こんな感じで、いろんなのが入ってます。で、本当のね、調整もできるので、すごくね、あの、いろんなね、動画の作成ができやすくなりました。あの、iMovie とは違ってね。あとね、ステッカーっていうのもあって、これタップすると、まあ、いろんなのがあるんですが、このテンプレートっていうのを見てみると、まあ、この動画の画面につくステッカーが、ちょっと一回試してみようか。愛とか、きらめきとか、シーズンとか、いろいろあるんですが、祭りとかね、いろいろあるんですけれども、例えば、きらめきの、左から、2番目のやつですね。これをタップすると、こんな感じで、動画にね、エフェクトっていうか、ステッカーがつくよっていう感じ。あと他には、こんな感じで雨を降らすこともできます。結構ね、これ、動画によって使い分けできるっていうのがいいですね。まあ、とはいって僕あんまり使ったことないんだけどね。で、あとは、音量の調整ですね。もうできたりなんかもします。あとね、フィルターっていうのがあって、これタップしてみると、このさ、一番下の補正っていうのを押してみると、まあ、いろんなさ、設定ができるわけ。例えばさ、この明るさ。明るさを見てみると、これね、右に行けば行くほど、こんな感じで、画面が明るくなるんだよね。で、100% でちょっとね、グレーがかったような感じになるわけ。で、逆に、マイナスになればなるほど、画面が、真っ暗になります。そう、こういった設定も、できたりします。まあ、なので、これからね、動画投稿しようかなって思っている方は、ぜひね、このブローというアプリ、一度お試しください。まあ、最初はね、やり方わからないと思いますので、まあ、最初は、iMovie で、動画投稿してみるのもいいんじゃないかなと思います。で、それから、慣れていったら、このブローというアプリを使って、編集してみるのもいいかなと思います。で、まあ、当然ですが、オーディオ、音楽なんかも入ってます。で、この BGM をね、見てみると、例えば、春とか、チルアウト、日常、Vlog とか、結構いろんなね、ものが入ってます。まあ、結構、少ないですけれども、ある程度動画にはね、使えそうですね。で、そして、声っていうのは、おそらく自分の録音した声を、入れることができるのかな。で、そして効果音ですね。これも、まあ、多少ですが、入っています。まあ、なので、シーン別で、使えますね。マナーモードとかね。聞いたことのある、そう、バイブ音ですね。これらが入ってます。シャッター音とかね。いろんなものがね、入ってます。このブローには。まあ、なので、
これから動画投稿してみようかなと思っている方はぜひね、一度このブロー、一度お試しください。で、僕普段ね、どのようにしてやっているのかと言いますと、まず iMovie で、動画を入れます、素材を。全部入れて、テキストとか一切入れないで、カットするだけです。カットして、で、動画を書き出して、で、このブローを使って、先ほどカットして編集したやつを入れます。で、その状態で、テキストを入れたりとか、あとね、サイズを変えたりとか、あとアニメーションなんかもね、つけたりなんかもしてます。で、場合によってはね、効果音なんかも入れたりもしてます。最近なんかはね、この中に音楽が少しだけ入ってるので、まあ音楽も入れて書き出してるっていうのが最近ですかね。まあこれが僕の使っている二つ目のアプリ、ブローというアプリです。まあ一度お試しください。で、最後にご紹介するのが、効果音アプリというものです。アイコンはこちら。まあ、その名の通りね、効果音が入ったアプリになっています。で、全種類、見てみると、まあこんな感じなんですが、まあ、演出とかポイント、クイズとか一般生活、あと施設、設備、学校のチャイムとかね、あと映画館のブザーとかね、あと自然動物、あと戦闘武器とか、あと機械、乗り物、カメラのシャッター音とかね、あとレジを打つ音とかね、あとゲーム風、あと音階楽器、あとこういったのもありますね。あとはその他いろいろ入ってます。で、これらもね、動画の効果音として、使ったりしますね。例えばさ、僕が普段さ、こうやっていいねってやるじゃん。この時に使っている音がこれです。ナイフを投げる効果音なんですけれども、これを使ってます。まあ、他にもね、いい音があるんですけれども、最近ね、効果音をね、入れるようにしています。で、この演出のところにある、この一番下のミステリーっていうところね、これ押すと、っていう効果音が流れるんだけど、これ皆さん聞いたことあるかな？これね、僕が最近大好きでハマっている YouTuber、オカルト部という、まあ、YouTuber があるんですけれども、その、まあ、場面が切り替わるときに、使われている、効果音ですね。そうそうそう。これ聞いたときに、オカルト部だと思って、そう、すごい興奮したのを覚えてます。まあ、なんで、こういった効果音がね、気軽に使えるので、ぜひ皆さんね、動画投稿される方は、こういった効果音を使って、動画をね、より、楽しいものに、仕上げてみてください。まあ、他にもね、いろんな編集アプリあると思いますが、ぜひね、こういったのがあるよっていうのがあれば、ぜひね、教えていただけると嬉しいです。はい、ということで今回は僕が普段ね、使っている編集アプリ3つ紹介しましたが、いかがでしたでしょうか？まあ、この他にもね、いい、編集アプリたくさんあると思いますので、もしね、こういったのがあるよっていうのがあればね、ぜひコメント欄で教えてください。まあ、これからもね、僕、編集向上していきたいと思っているので、ぜひね、アドバイスなどありましたら、ぜひね、教えてください。よろしくお願いします。はい、ということで、今回の動画ね、少しでもよかったら僕だったし、YouTube 始めてみたい、編集してみたいと思ったら、評価、チャンネル登録もお願いします。そして私、伊藤海斗の、Twitter、Instagram、LINE ブログ、TikTok もやってますので、説明欄からフォローお待ちします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。